ましてですね、はい、これをぜひ知事にお届けしたいと思って、ありがとうございます。本当にどうぞ、はい、ぜひ、いただけたらと思って、よろしくお願いします。ありがとうございます。ところはここの帯でございます。総理が、あ、どうぞどうぞ。本来の目的はですね、総理の名前を入れることではなく、これを見て企業経営者の方が本を取っていただいて、うん、で読んでいただけたら、うん、そのテレワークの良さというですね、福利厚生ではなくて企業戦略である、まさに知事が進めていただいていることですね、うん、この県自体を強くしていくための施策として、うん、少しでも多くの人にお伝えできればというふうに、うん、まあ、そんな考えて、至ったと思います。最近佐賀県に進出した、まあ、女性が多い、はい、ある企業の社長さんとこの間話した時も、はいはい、うちもその在宅勤務の人を増やしたいっていう話を、自分たちのような会社でもそのこうしたそのテレワークっていうのをがやれるよってなると、これはね、人が取りやすいかもしれないっていうということも言われててですね、ああ、まあ、そういう考え方もあるんだなっていうのも思いました。すごくたくさん全員在宅勤務とかテレワークができるように、うん、職員の皆様がという話を聞いて、うん、ぜひそのもう日本のモデルになっていただけるではないかという、うん、すごい期待をしております、うん、そうですね、ぜひそうしたいと思って、こういうのが当たり前にできることによって、これ実は在宅だけじゃなくて、はい、モバイルもモバイルでもできるっていうことで、はいはい、そのまあ、企業経営者的観点から言えばですね、移動ってロスタイムだったわけです、今まで。そうですね、はい、ロスタイムをロスじゃなくて、きちんとワーキングタイムとして、使えるっていうことは生産性が上がることにもつながりますし、はい、それで、非常にいいなと思ってたその能力のある職員が、はい、その家庭の事情や、まあ、どんな事情でも構わないんですけど、の事情でその出勤できない状況になった時でも本人の意欲と、はい、あと能力を維持し高めることができるツールになるってことですよね。そうです ね、ね、だからもう家にいるとなんか世の中から隔絶されてしまうっていうことじゃなくて、ね、はい、うん、どこにいてもそうやって働意欲のある人は働けるっていう、はい、選択肢ですよね。そうそうそう、